ネドの自己組織化ナノパターニング法によるナノ狭窄自閉型 HDD 磁気ヘッド素子の開発プロジェクトは、ナノテク2009において次世代ハードディスクドライブのための超高分解能磁気ヘッドを紹介しました。現在のハードディスクドライブは1平方インチあたり200ないし300ギガビットの記録密度を持っています。今後2015年頃に開始されるスーパーハイビジョン放送では、さらに一桁大きい平方インチあたり2テラビットクラスの面記録密度が必要になります。プロジェクトではその鍵となる超高感度超高分解能の磁気読み取りヘッド素子を開発しました。でこの技術はその全く新しい読み取りのヘッドの原理を開発しているものです。でその特徴は1ナノメーターとか2ナノメーターという非常に小さい狭窄領域に磁気的な境界領域を閉じ込めるという全く新しい技術を使った磁気抵抗効果素子に関するものです。この微細な磁気境界領域、すなわち磁壁構造は、自己組織化ナノパターニングプロセスを用いて作成しました。ご存知のようにですね、磁気ヘッド一つとっても、こういった磁気抵抗化素子のがあるだけでは、製品磁気ヘッドにはなりません。で、2テラビットパー平方インチのレベルになりますと、この素子サイズが20ナノメーターという、極めて、微細な素子を加工する技術を、プロダクションレベルで確立しなきゃいけないとかですね、それから磁気ヘッドですと、この素子に対して、ある磁気ヘッドのストラクチャーを、完成させて、作り込むという技術が必要になってきます。でそういったものを物々考えると5年以内にこの技術がプロダクションに使えるという目処を立てるというのが一番大事なことだと思っています。 Digging for News